皆さんは大阪商工会議所という団体をご存知でしょうか。こんにちは、見習いゆっくり実況です。大阪商工会議所とはウィキペディアで確認すると、大阪市にある商工会議所で主に大阪市内に事業所を置く企業団体で運営されている。大阪市内だけに限らず、関西を代表する経済団体というお堅いところです。今回からはその大阪商工会議所にある殺し屋兼情報部門の秘密会所という、本当にあるかどうかわからない組織の実況を行います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開始します。関西の方は本当に納豆が苦手なのでしょうか。それとも納豆嫌いは都市伝説なのでしょうか。盗まれた古文書は高いのでしょうか。さすが工作員、帽子の投げ方も一流です。美人ですが髪型は昭和っぽいです。レトロゲームなので当然ですが、会話がコテコテの関西弁です。私も1年間大阪で仕事をしていましたが、こんなコテコテな関西弁を話している人はいませんでしたよ。バスト86、ウエスト58、ヒップ90だとこんな感じです。大阪の人が金にがめついのも都市伝説のような気がします。密会所のトップはこのご隠居さんです。敵のことをガキ呼ばわりするところは柄の悪さを感じます。ガンノスケさんはプラモとフィギュアをこよなく愛する人のようです。
がんのすけさんの居場所がわからないので、受付の金子さんに聞いてみます。どこでサボっているのでしょうか。なぜかわかりませんが、トイレの選択肢が出てきたので、行ってみましょう。大用のトイレは、1名使っているようですね。見とれるのも良いですが、個人的には毛根が弱そうで心配です。失礼かもしれませんが、トイレのドアをどつくのではなく、ノックしてみます。便所飯ですか？お行儀が良くありませんよ、がんのすけさん。包丁と電話が大阪商工会議所工作員の装備のようです。不安でしかありません。金子さん、お金の相談も乗ってくれるのですか。優しい人ですね。今はまだお金の相談はできないようです。確かにふさふさでないのを隠すために帽子は大事ですね。雨が降っていないのは見ればわかります。マスヤンがいる食い倒れ横丁に行ってみます。それにしてもここの工作員は便所飯の人や食い倒れ横丁でサボっている人などろくな人材がいないようです。食堂はまだやっていないようです。どこでサボっているのでしょうか。ここで行き詰まってしまったので少しカットします。少し強引すぎるような気がします。このゲームの大阪人のイメージってかなりがめつい印象ですよね。マスヤンは将棋クラブでサボっているのでしょうか。手前で将棋をしている方がなんか五行を宿しているように見えるのは気のせいでしょうか。
店員さんはそのあたりの人に聞けばと言っていますが、皆さんさっき立ってて話しかけにくいです。グダグダしていたら怒られてしまいました。グダグダと探していたらマスヤンを発見しました。確かに衣装が漫才師ですよね。マスヤンからもらった味方のリストを確認します。カマさんはガテン系の方ですかね。キクちゃんの武器、金切り声が怖いです。教授の武器が弱すぎます。カエルを飼っていることをこのリストに記載する必要があるのでしょうか。この方は多分阪神ファンでしょう。漫才のプロってマスヤンは本当に漫才師なのでしょうか。昼間っから酔っ払って通天閣で寝ているって、このゲームのガテン系の方のイメージが悪すぎます。通天閣に着きましたが、カマヤンが堂々と寝ていますね。おそらく怖くて誰も近づけないのでしょうね。ビリケンさんはアマゾンでも販売しているようです。ビリケン温度って大阪だと有名なのでしょうか。ご存知の方、よろしくお願いします。カマヤン、笑い声が特徴的ですね。仕事のネタをお酒で売るなんて、なかなかのクズですね。なかなか頑固そうなおばちゃんに見えます。お酒を売ってほしいのですが、褒めても売ってくれませんね。
やっぱりダメですかね。なんと、もう一回褒めてみたら売ってくれそうです。ただし、お金を工面しないと。お金といえば、フォーマンボディの金子さんに相談してみましょう。相談に乗ってくれるという割には金額が少ないです。さて、お酒を買うには500円足りないです。値引き交渉が必要でしょうか。ここはおだてまくって値引きを進めます。やりました。思った以上に値引きができました。ずいぶん簡単なところに隠していましたね。初めから覚えていたでしょうね。お酒を飲んだから気持ちよくなっちゃったのでしょう。この女性2人組は片方が無視して片方が教えてくれるのが仕様のようです。飛行船なので何も考えていないと思います。大阪人からしても貞吉さんの格好は変なのでしょう。どうやら阪神ファンの集団がいるようです。やっぱり貞吉さんは変な格好なようです。と思っているうちに虎之助さんを発見しました。用が済んだらとっとと野球を見に行ってしまいました。ここの工作員の方々は仕事をする気があるのでしょうか。ここで第一章が終わりのようです。今回はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。